金利低下、原油安で拍車。世界で金利低下が止まりません。日本の債券市場、昨日長期金利の指標となります新しく発行する10年もの国債の利回り、一時 0.255% と過去最低を更新。5年債は利回りが初めて一時 0% となりました。日本の10年債利回り、今月に入って 0.3% を割り込むと連日のように過去最低を更新です。これ海外に目をやってもドイツでも10年債が過去最低の 0.4% 台に低下。アメリカも10年債は 2% を下回る異例の低水準です。各国で金利低下が相次いでおりますが、三沢さん、これはなぜなんでしょうか。これね、なんと原因と結果を逆に見てるように思ってて、で何が起きてるかというと、これ原油安と金利の低下、つまり国債価格の上昇ですね、同じ話なんですよね。お金の行き場がないんです。はあ、はあはあ。で、原油についてはまずこれだけ安くなっても需要が増えないんで、だから上がらないと。で、需要がないってことは、当然消費や投資が増えないってことなので、インフレ率が下がると。はい、で、そのインフレ率が下がると、銀行はですね、まあ、お金を貸すときに金利を下げて貸すという形になっていくので、もう大元はもう需要不足。全部。で、まだアメリカはね、2% 下回ってるのは確かですけど、別に異例ではないです。前は 1.1% ぐらいまで行きましたから。そうなんですか。1% 切ったことはないですけど、はい、それより広いのはやっぱり欧州で、ドイツが 0.47% で、フランスも、オーストリアも、ベルギーも、オランダも、フィンランドも 1% 切ってます。まあ、そんなこと言ったら人のこと言えないんですけどね、我が国は。10年もの国債の利回り、一時 0.255%。はい、国債金利が急騰して、日本は財政破綻するとか言ってた人たちは全員口をつぐんでほしいですね、今後。で、まあ、今おっしゃったように、その金利低下が続く理由にして、原油安と伴う物価安という声、まあ、結局は今、三沢さんおっしゃった後に需要不足なんだ、需要不足なんです、そうなんです。いうことなんですね。はい、まあ、これは日本もそうですもんね。もちろんそうです、もちろんそうです。まあ、ここなんとかしなきゃいけないって、後ほど語っていただくわけなんですが、改めて、あと一方でですね、例えばこういうニュースも昨日あたりあって、はい、これ日本生命ですね、保険。これも貯蓄性の高い一時払い終身保険の保険料2月よりおよそ 1% から 2% 引き上げると発表を行っております。まあ、この今回の保険料の引き上げの理由としても、日本生命はですね、長期金利が低下して国債の運用では、十分な利回りを確保するのが困難になってる。もうね、お金の貸し出し先がないんです。はあ、日本の国債って、まあ、日本だけじゃないんでしょうけど、主に、日本銀行を除くとね、はい、日本銀行は政府の子会社だからこれ除くと、主に銀行と生命保険損害保険が買ってます、で要は我々の払った保険料とか預金がそこで運用されてるってだけなんですけど、はい、あまりにもですね、みんな国債買うもんだから、もう利子が取れないってことで、だから銀行も下手したらマイナス金利、我々が預金したら我々が金利を払うってことになりかねないですよね。日本生命のこれはもうそういう話でしょ。どこかの国でありましたよね。アメリカがね、莫大な金額を預けたとき、手数料って形でマイナス金利取ったことはありますけども、はい、小口の金利、預金まで取らざるを得なくなっちゃいますね、このままだと。はい、結局、生命保険会社の資金運用ができなくなっちゃったってことですよね。あれはまあできるけど、あまりにも金利が安すぎる、ということです。だから、まあ、かけてる人にもうちょっと負担してくださいよ、その通りです、ということになってる。まあ、マイナス金利ですよね、そういうことですね。はい。